それは思いもよらぬ事故だった。道路脇に止めていたリヤカーにトラックが接触、車体とタイヤが壊れてしまった。40分後ようやく立ち上がった長さ。やっぱりこの握り手じゃないと。この凸凹した永瀬はこの日の日記に書いている。もうリヤカーは動かない。もう先へは進めない。旅は終わった。9日目にして振り出しのマナウスに戻ってしまった。どうしても諦めきれない。翌日永瀬は町の修理工場を頼った。これはもうダメだろう。これはダメだろう。歪んでる。あれタイヤだけは使えるかもしれないけど。永瀬の失望と落胆を見かねた工場のスタッフがフレームの修理を引き受けてくれた。しかし最大の問題はタイヤ。ブラジルにリヤカー専用のタイヤはない。代わりに使えそうなものを探して回る。荷物とリヤカーの総重量は200キロ。自転車の細いタイヤでは到底支えきれない。探し続けること7軒目。これぞというタイヤが見つかった。悪路を走るモトクロス用バイクのタイヤだ。そうそうな。タイヤの幅はリヤカーのフレームギリギリ。車軸を削って調整する。その夜遅くまで工場のスタッフは修理を続けてくれた。タゴサク4号、日本のフレームをブラジルのタイヤが支える。できるなら今まで一緒に歩いてきたリヤカーで。最後まであいつをあれを引っ張っていきたいと思います。
どうしてもタゴ作と旅を続けたい。永瀬は修理工場のスタッフに事故の起きた地点まで送ってもらい、再びそこから歩くことにした。アキ、バタールジ、バタールジ、いや、バタールジ、ボン、バタールジ、バタールジ、バタールジ、バイ。Tchau, obrigado. E você, bom, passadio nosso aqui. Sim. Graças a Deus. Sim. Sua visita. Sim. De andando. Sim. Chegou até na nossa. Sim. Barraco. Sim. Tchau. Sim. Tchau. 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 はい、タゴ作、ついてきてくれよ。重い荷物運んでくれよ。悲惨への道、国道319号線はますます荒れ果てていく。タゴ作4号は悪路に耐えられるのか。対岸までは150メートル。地元の人々が利用する渡し船に頼んで乗せてもらう。川を渡ると舗装の道は途絶えた。果てしない赤土の大地が広がる。200キロのリアカー、粘土質の土壌に足を取られ、一層重みを増していく。直したはずの車輪から聞こえる不気味な音も気になる。でっかいアマゾンの大自然にたった一人で挑むリアカーマン、その姿はあまりにもちっぽけだ。あきりありだ。まあ、まあどっから。自分の体より大きい葉っぱをよく運んでますね。これ重いだろうに。永瀬にはハキリアリが
リアカーを引く自分の姿に重なって見えた。何か大きいものがポチャーンと入るような音がして気になって、でなんか変な鳴き声も池から聞こえてくるし、たまにポチャーンって音こいつがたまに刺してくる。ことがあって、この針こっちですか、アマゾン特有のところ構わず刺す虫。これで刺して朝から耳も一回刺されたし、座り込むと途端にまとわりついて離れない。何気なくシラフリしてりゃ刺すことはないから、まあシラフリしてんですけど、どうしてもこの辺気になってこうやってるとチクッて刺してくれやめろよって何刺すんだよ、厄介で。これもじゃあ遠慮なしに裸になってもう川があれば水浴びができる。しかしあいにく近くに水場はない。仕方なく飲み水で行水。貴重な水だが汗が虫を呼ぶので背に腹は変えられない。今日は汗のまま眠らなくて済んで汗もが治るといいんですけど、昨日の夜もお尻とかもう背中とか脇この辺とか横腹とかかゆくて、まあできたら毎日やりたいぐらいの行水で テントを閉めると中はサウナ状態だが、虫も怖い。蚊が入ってないかな、テントの中へ。これで全部かな。まだいた、まだいた。翌日、銃を持った男に出会った。ボンジュア。一人で旅をする永瀬に見せたいものがあるという。よっかざ。なにこれ。オンサ。体長1メートルを優に超えるオンサ。アマゾンの王と恐れられるオンサは頭の骨が大きく噛む力が強い。ワニやアナコンダまで食べてしまう。これで、うん、パトレ、アケレ。Y acarte mucho de las placas. Mucho, mucho onza, mucho onza. Aquí de. この辺りはオンサの巣と言われるほどオンサが多い。男は永瀬に危険を教えたかったのだ。なんかガサガサガサって向こうへ走っていったけど、そしてさらに、なんだこりゃ、なんだこりゃ、オンサ、
ここでいい。もうここで寝ます。もうちょっと先いい場所あるかもしれないけど、先の様子が分かんないから。インクは怪しげな場所。モンサの足跡とかないだろうな。糞とか。モンサよけのホーンを鳴らす。その日は不安と緊張から一睡もできなかった。道の横に黒い影があって、あれ何の影だろうと思ってたら、まあ10秒ぐらいしてからか、その影が立ち上がって四つ足になって、四つの足でこう歩いて道を横切ってこっちの森へ入っていって、そこから一刻も早く音叉の巣を出たい。永瀬は逃げるように先を急いだ。お金をかけず、たった一人で長旅をするためにリヤカーを引く男がいる。冒険家永瀬忠。人は彼をリヤカーマンと呼ぶ。30年かけて4万3000キロを踏破、地球一周分を超えた。その功績が認められ、今年6月第10回上村直美冒険賞を受賞。だが永瀬にはたった一つ心残りがあった。3年前断念したアマゾン縦断900キロ。50歳という節目の年を迎えてリベンジに挑む。しかしそこは文明が自然に敗れた悲惨への道と呼ばれる過酷な道のりであった。行く手を阻むアマゾンの大自然、果てしなく続く悪路、いまだゴールへの道のりは遠い。音叉の巣を抜けると小さな村に着いた。出発点マナウスから260キロ、アマゾン支流の川沿いに開けたイガポアス。今夜はここに泊まることにする。え、朝かな。ああ、魚売ってんだ。川岸に何やら人垣ができている。こんにちは。こんにちは。魚を差し出し、何を呼んでいるのか。ああ、イルカだ。ああ、取られちゃった。取られちゃった。アマゾン川流域に生息する川イルカ、別名ピンクイルカである。世界で5種類ほどしかいないカワイルカは絶滅の危機に瀕している。永瀬にとっても見るのは初めてである。
うわ取られちゃった取られちゃったま仲良くなった地元の漁師に釣りに誘われた。餌は魚の切り身、それを大きな針につけて糸で釣り上げる。漁師の針に当たりがあった。これピアニラ、ピラニア。アマゾンの人食い魚として知られるピアニア。すごい。獰猛なイメージがあるが、実は意外に臆病だ。長瀬の針にも当たりが来た。おお。あっという間に数匹釣り上げた。ピラニアはさまざまな料理方法があるが、この辺りでは香草とともに煮込む郷土料理カウデラータがよく食べられる。うわあ、ピラニアか。俺は食べたことないな。これは美味しいのだろうか。オブリガード。スープをたっぷり入れて。アマゾンの米ファリーニャはここでも試食だ。なんか白身を食べてるようなさっぱりした味で。日没とともに終わる村の一日。長瀬の寝床はこの日もテントである。アマゾンが漆黒の闇に包まれた真夜中、銃を片手に出かける男たちがいる。ジャングルの奥深く入っていく。ドン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 。闇に向かって奇妙な声を発する男たちと怪しく光る目。声に引き寄せられるように水面から顔を覗かせたのはワニだ。男たちはワニを捕る漁師たち。奇妙な声はワニの鳴き真似だという。森は見事にワニに命中。しかしワニも必死だ。ワニとの死闘は2時間にも及んだ。夜通しの漁を終え早朝村に帰る。
男たちが4人がかりで引き上げたのはアマゾン川の暴れん坊アリゲーター。致命傷を負っても闘争心を失わない凄まじい生命力。体長3メートルを超える大物だ。村人たちはワニの尻尾の部分を食べる。分厚い鱗の下から現れたのは意外にも雪のように真っ白な肉。アリゲーターの肉をざっくりとブロックに切り分け、塩、黒胡椒、酢、最後にパプリカという唐辛子で味付けをする。そして高温の油で一気に揚げる。おお、これはかなりうまそうだ。うわ。どうぞ。アマゾンの恵みは村人の貴重なタンパク源だ。2日間村で十分な休息を取ったリアカーマン。洗濯物も積み込んで出発しようとしたその時、リアカーの下に珍客が現る。すっかり日陰が気に入ってしまったようだ。イタチの仲間オオカワウソの子供たち、これもまた絶滅の危機が叫ばれているが、ここでは村人たちの遊び相手となっている。この日も気温はうなぎ登り。鉄パイプが熱くて熱い、カンカンに熱くなってて。あ、本当だ、熱い、握ってられない、もう鉄パイプが熱くて熱い。なんと48度。歩いてもすぐ立ち止まってしまう。日陰を求めてリアカーの下へ。この旅初めて、もう今日が最高の暑さですね。ああ、歩こうと思っても歩けない、はあ、力がもう抜けていくというか、力入れようと思っても入らない。もうてっぺんまで行ってますよ、これ。破裂破裂しそうだ、これ。
壊れたんじゃないかな。リアカーマン、一歩も動けない。この日はまだ5キロしか進んでいない。